ランドバイ2016年マーレム・ウルスタッド・ルンビは、ノルウェーの女子スキージャンプ選手である。2018年ピョンチャンオリンピック金、メダリスト、世界選手権金メダリスト。2007年8月のコンチネンタルカップに12歳で、国際大会デビューし、56位だった。2008年のジュニア世界選手権ザコパネ大会では30位だった。2009年、ジュニア世界選手権。 シュトルプスケプレソ大会では34位。2月13日のコンチネンタルカップノトデン大会では自身最高の20位となった。初めての世界選手権出場となった世界選手権リベレッツ大会では22位だった。2009-10シーズンはジュニア世界選手権ヒンターツァルテン大会で失格となった。2010-11シーズンは世界選手権オスロ大会では11位だった。 ジュニア世界選手権、オテパー大会では、個人26位となった。2011、12シーズンから始まった、ワールドカップの初戦リレーハンメル大会、ノルウェーに出場し17位だった。第7戦のヒンツェンバッハ大会の13位が最高で、総合成績は26位だった。2012年ジュニア世界選手権エルズルム大会では、個人9位、団体6位となった。 ワールドカップリレハンメル大会混合団体で、トムヒルでアネッテ・サーゲン、アンデ・シュバーダルラと優勝した。2012-13シーズンはワールドカップ最高位は10位で、総合23位。ジュニア世界選手権リベレッツ大会では、個人20位、団体4位となった。2013-14シーズンはワールドカップルシュノブ大会個人戦で2位となり、 初めて表彰台に登壇するなど、総合7位で終えた。2014年ソチオリンピックでは8位であった。2014-15シーズンはワールドカップルシュノブ大会の3位が最高で、総合14位であった。世界選手権ハールン大会では、混合団体で銀メダルを獲得した。2015-16シーズン。 ワールドカップ第1戦のリレハンメル大会と、第9戦のオーベルストドルフ大会で3位、第10戦のオスロ大会では2位となり、総合6位であった。2016、17シーズンは、ワールドカップ第3戦のニジニタギル大会で、初優勝、第8戦札幌大会、第11戦、ルシュノブ大会、第15戦、ルブノ大会でも優勝し、計4勝を挙げ、 総合3位となった。世界選手権ラハティ大会では個人4位、混合団体5位であった。2017-18シーズンはワールドカップ個人戦9勝など15戦すべてで表彰台に上がり、初のワールドカップ総合優勝となるとともに、ぴョンチャンオリンピック女子のマルヒルでも金メダルを獲得した。2018-19シーズンは、 ワールドカップ第三戦で二十二位に沈み、初勝利が年明けの第八戦札幌大会になるなどややで遅れたが、第十一戦ザオ大会から第十六戦ルブの大会にかけて六連勝し、終わってみれば十二勝を含む十九回表彰台に上がり総合連覇を達成した。世界選手権ゼーフェルト大会では女子個人ノーマルヒルで金メダル、混合団体、女子団体で、 銅メダルを獲得した。2019-20シーズンは、キアラ・ヘルツルやエヴァ・ピンケル・ニヒの大統で苦戦したものの5勝、し、3年連続総合優勝を果たした。2020-21シーズンは、初戦から苦戦し表彰台登壇さえなかったものの、世界選手権オーベルストドルフ大会では復活し、ノーマルヒル銀メダル、女子団体銅メダル、混合団体銀メダル、 今大会から採用されたラージヒルでは金メダルを獲得した。ありがとうございます。